法の効果について伺いたいんですが、どんな効果がありますか、お香には。やはりまず癒しの効果でしょうね。お部屋に香ることによって、目に見えない癒しがあると思います。特にご婦人方でしたらば、ハンドバッグに匂い袋を忍ばせるとか、和装の場合帯にねちょっと挟んでおかれることによって、こうちょっと動くことによって少しこう香りが出てくる、すれ違ってあれという感じがある、この辺がぜひいいところだと思います。お香の初心者におすすめの香りはどちらになりますか。はい、香りで言いますと、やはりブレンドの方が馴染みがあると思いますので、そちらから入られて興味を持つことによってだんだん深くいったら面白いんじゃないかと思います。